リードされてますので、リードされてると言いますか、自分の方に来ていますので、ここでこうやって並ぶことが、まずは展開変えるところですよね。園長さんの前にまずは追いついておくことが大事ですよね。で、ここからまた展開変わってくると思うので、この攻め先に行く、この山本選手の釣り手の外しが非常にうまい。ちょっと少しちょっと展開変わってきましたね。試合が動いてきました。山本選手が圧を食わないまま、今度は肘抜きの右背負い投げ、これあったんじゃないですか。肘抜きの右背負い投げ、田中選手が回避した方向に落としていきました。いわゆる抜けを中地選手変えましたね。袖を持っていたのを両襟に変えました。大滝選手応じて上腕を抱えて浮き技から、これは腕しぎ十字固めを狙おうとしたんでしょうか。そうですね、前三角ですね。前三角ですかね。表からの三角を狙ったんですが、これうまいですね。抑え込みになるんじゃないですか。そのままなりますかね。胸がちょこっとしたらもうちょっと半時計回りに回るともう、もう抑え込みですね。うまい。この立ち技の両襟から連動しているのが素晴らしいですね。左の膝の使い方がうまくて、相手が体を切れないんですよね。いわゆる片足担ぎという技術に近いような形で抑え込んできました。解けましたが、これは技ありが入りました。17秒が経過しています。あと3秒で試合終わったんですね。いやー、そつがないですね。今度はあえて釣り手から右手から持ちますが、担いに行ける体勢ですね。行きましたね。それを利用して煽って、肘に中下に手を入れながら、古田選手先に引き手を、支え釣り込み足、一歩役者柿田選手がマッチアップします。さあ、楽しみですね。楽しみでしょうがないです。組み手は中村選手が右、柿田選手が左組みの喧嘩です。柿田選手躊躇なく釣り手を持ちまして、ちょっと腕をアーチのようにして一回距離を取りましたが、中村選手がそれを肘を入れて潰していこうというところです。あえて柿田選手潰されたまま前に出て陣地を確保、引き手を争っています。柔道着なかなか取れないんじゃないかなと思うんですよね。中村選手が、最初やるとびっくりすると思うんですよ。ポン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 手を外しておいて背負い投げ、一本じゃないですか。すごいね、素晴らしい柿田選手。正した柿選手、組み手も非常にうまい選手です。前田選手、今この会場に入ってくるとき走って入ってきましたね。気合入ってますね。もう気合入ってまって、で持った瞬間にケレン見なく、しかし高木選手この得意の袖釣り込み腰、前田選手が返して有効入ったでしょうか。高木選手こう嫌わずに組んで抜き上げるような打点の高い袖釣りですね。持たれた袖を流す形にしたんですが、それが切れない。高木選手が再び袖釣り込み腰、前田選手は横三角を狙います。そうですね、この三角も強烈なんで、入りましたね。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 頭と肩をまとめてロックしています。入ったな。これはこのまま足を抱えて前田選手のお尻が上がれば抑え込みになるのですが、締め自体が効いている可能性もありますね。こちらからちょっと見えないんですが、抑え込みになりました。足首をかかって、これは抑え込みは崩れ上小固めですが、マイタの形は外が右組みです。白根選手、まず引き手で襟を持って相手の的を作って、この小内刈り最近は足技がうまいんですよね。うまいですよね。もう本当才能の塊というか、足もできるし羽もできるし、そして優しいと、中学時代は1学年下ではありますが、斉藤立選手や中野寛太選手を近畿ブロック大会で次々投げて、圧勝で優勝、全国中学大会も制して、もうすごいのが現れたと。わあ、思い切った大外刈り、素晴らしい、完璧ですね。いや、ちょっといいですね。面白いですね。面白いですね。そして釣り手だけでも勝負したり、この遠間の大内刈りが届いてしまう篠平選手、一番の得意技で大内刈り、そこから跳ねるように相手の高速を解かず、けさ固め、崩れけさ固めにつないでいます。流れるようにけさ固め、この高速も前、上半身決まってないんですけど、お腹が深く乗り込むこと自体で、体自体で、相手の逃げる回転を許しませんでした。
手を落としているんですが、藤本選手落とされたまま体を反転させて担ぎ技を一つ、もう一つ近い方の襟を持って変則の右背負い投げで攻めていきました。羽賀選手これ横三角、そうですね、入れそうですね。脇の中に足が入ってます。藤本先生逆側に回転しましたが、高速を解いていない、はい、こうなるとあの三角締めそのまま、そうですね、締めながらなので相手があの締めの方でも苦しいと思うんですよね。これもう体を回す、ああ決まったですね、三角締め、はい、もう小林選手のフィールドですね。この引き手も完璧に組み勝ちました。相木選手体を内股の形で振って1回流しますが、裏に回り込もうとしたところを狙いすまして左内股、小林選手の一本勝ち。あ、跳ね上げるような内股、変えましたね。変えましたね、香川選手。変え方を変えて片手でも攻めるようにして、聞こえてましたね。これは足車。体を回転するというか。吉田選手ただあれですね、体をこう曲げて、はい、うまくバウンドしてポイントを許しませんでした。今度はがっぷり。支え、うまいですね。決め方がいいですね。支え釣り込み足。お互いがっぷり組み合ってあの技が効く瞬間ができたのは2秒なかったと思う。それとやっぱり影浦選手の度胸の良さっていうんですかね、あそこで大外に来ようとしている時に浮き技なので、そうですよね、タイミングがちょこっとでも、はい、引っかかったら自分が飛んでしまいますもんね。そうですね、自分が背中から落ちる可能性が出てくるのに度胸がいいんですね。大外刈りに入ろうとしました川田選手ですが、影浦選手許しませんでした。川田選手の手が落ち始めましたね。はい、釣り手が上がらない。そうですね、そこに背負い投げ、はい、ありますね。これは組み立てが、当たりが面白いところですね。最初の1分とは全然違うんですよね、試合の様相が。また抱き勝負しましたね。ああ、しかし決め切った。これは古田選手、こう振るった勇気にふさわしい結果が得られたという形ですね。本当ですね。脇を刺しての支え釣り込み足というのが佐藤誠大選手の、おお、内側に、うまかったですね。しかしよく防ぎましたね。で、和也選手は入れさせてますね。おお、あの内側を待ってて返しに行ってますね。なるほど、なるほど、なるほど。あと片襟大外刈りですが、一本これ決まり技、何力のかけ方、そして相手がでかいした時の外し方、実には今度は裾を持って牽制。背負い投げ、逆側落とし、技あり。見事ですね。23秒、見事ですね。相手が引いて取らせないと思ったら、もうわざと裏に落ちるようにですね。はい、この1年の、まあ、成果を表現する場なんだという話も羽賀はしていました。釣り手が折れませんね、はい、羽賀選手ね、襟を持つ方の右手、素晴らしい。さあここからしかし前に出て、前に出ますね、技をかけられるかですね。羽賀、うん、が上から引き手を持っていますが、釣り手が思うようにいかない。ゴトトガル決勝でした。